どうもこんばんは、 NM です。今回も超人 X 第1話について考察していきます。今回はダンゴムシの習性と超人の習性について、アズマの例え話を第1話の出来事に裏付けながら深読みしていきます。アズマがダンゴムシの習性について時折に話しているシーン、超人の習性との関係性について考察していきます。なぜダンゴムシが石の下に集まるのか。ダンゴムシは乾いたところでは活発になって動き回る。湿ってる場所に行き着くと乾いてないから運動が止まる。だから湿った石の下に集まる。アズマは時折にダンゴムシたちは湿ったところが好きだと思う？と問いかけています。これはダンゴムシの習性を超人の習性に例えているシーンであり、ダンゴムシが石の下に集まるというのは超人たちのグループが存在することを指しているのではないでしょうか。第1話の冒頭で炎を出す超人が飛行機を墜落させましたが、大事な仕事中に居眠りこいてしまったと発言しています。ここでの仕事とは飛行機を墜落させること、もしくは乗客を攻撃することです。仕事というからには雇い主もしくは何かを目的とした組織が存在すると思われます。次にダンゴムシが乾いた場所で活発というのは、人間がいる場所で活発、つまり暴れるということではないでしょうか。東京グールでいうところのグールは奪い合うようにできていると同じで、超人も本能が人間と戦うようにできていると考えると、竹山ジョニー清が初めて超人化した時にアズマをいたぶることを異常なほど楽しみ、選ばれし者たちのマジカルパーティーナイトと発言したり、人間の後輩2人を殺害したのにも納得がいきます。次に湿っている場所に行き着くと乾いていないから運動が止まる、だから石の下に集まるというのは、超人は人間を攻撃するようにできているが超人同士は争わない、だから必然的に超人たちで集まるということではないでしょうか。ダンゴムシたちは湿ったところが好きだと思う？というアズマの問い。今までの考察を踏まえるなら、超人たちは超人たちの集まりが好きだと思う？という問いになります。ここのシーンはアズマが何やら事情を知っているような感じでした。アズマの親父が警察のお偉いさんという説明があったので、超人たちの組織について何か知っているのかもしれません。個人的な考えですが、超人たちのグループが存在するならば、超人の組織で役割を決めて、冒頭の炎を出す超人のおじさんのように仕事で人間たちを襲っているのかもしれません。竹山ジョニー清たちに超人化の薬を3本も提供した人物も組織の一員だと考えると、超人たちのグループは超人の適正者を探して超人を増やそうとしているのかもしれませんね。東京グールでいうところの青霧のようなグループを想像してしまいます。はい、というわけで今回はダンゴムシの習性と超人の習性について考察してみました。アズマのダンゴムシの例えをずっと考えてたんですけど、なかなかしっくりこなくて、結局グールと結構似てるところあるんじゃないかとか思ったりして一人でニヤニヤしてました。よかったら皆さんの考えもぜひコメント欄に残していってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。